すごい、来た、始まった、来た、始まりました。9番上のやつ左に流れてますね、今一瞬。サーバーにはシリアのマイプレイ来てますから、本当のサッカーではね、どんぐらいマイプレイかけれるかっすよね。いや、浅野もういきなり残してますよ、左ウィングでね。で、伊藤洋輝に落として、遠藤、あ、日本握る展開ですね、これはもう絶対で。シリアそんなマイプレイ来ないですね。冨安ボール持って伊藤に流して、いや、浅野が起点になってますよ今日、左で。あー、ちょ、浅野がね。いや、シリアのトップ下うまいっすね、イスコみたいなトップ下います。いや、伊藤洋輝も止めてくるうまいっすね、やっぱり。菅原、伊藤純也来た。今のファーストタッチもちょっと怪しいもんね。いやー、久保決めた。いや、久保すごいわ、やっぱ久保すげえ。いやー、すげえわ久保、いや、マジすげえ。いや、すごい。伊藤純也ね、これ久保に戻して、いやー、これもちょっと体開いてね、ファーの感じ出して、腰だけでニアだもんね。そう、久保もやっぱ匂わせできるもん、ちょっとファーの匂い出してるもんね今。伊藤純也ちょっと勢い乗ったねこれで。おー、やっぱ今の伊藤純也のパスも、わかります、今伊藤純也のパスボフボフしたじゃないですか今。で、伊藤純也多分コンディションめっちゃいいんすけど、本当に芝とボール合ってない感じしますね。伊藤純也今めちゃめちゃ切れてたんだよ、その一個前の運び出しとかもね。で、醤油さん320円スパチャイズます。白米食えるゴール助かる。いや、今のもう、からし明太子よ今、俺ご飯あったら。白米でも、久保の今のニアぶち抜きで、米食えるもんマジで。いや、久保すげえわ。久保ナイスゴール、振りの速さいくっすね。すごいよ、本当に久保は。いや、久保点取ってるだけじゃないからね今日。もう、誰よりもゲームメイクしてますから。久保いいとこ。久保の運動量多いんよな、やっぱ攻撃の時の。だから久保がどのタイミングでバテるかっていうのもね。やっぱ久保だけなんよね、右のポケットも左ウィングのポケットも取ってんの。久保どっちのペナカドも取るんすよね。森田は言うて左のポケットだけしか取らないんすよね。まあそもそも、このポケット取りに行く頻度も久保の方が多いですから。やっぱ久保な、これ。トップ下の代償よね。俺は久保トップ下の方が、いろんなサイドで違い作れていいけど、その分ね、右も左もどっちも行くからね。ただこれもうほんと日本ガチでやらかさない限りは多分失点ないね、この展開。けど一応保険もかけといて、もう1点ぐらい取りたいけどね。やっぱ森田うまいね。森田相当コンディションいいわ。伊藤洋輝外回った。使ってあげた、浅野。お、いいボールだ、うまい、うまい、決めた。いや、伊藤洋輝良かったけど、伊藤純也よく戻したな、今。いや、これ伊藤純也すごいよ。あれ、打っちゃうよ。伊藤純也、大人だね、今の。大人すぎる。あれ、打っちゃうよ。よく落としたね、今。大人すぎ。浅野も良かったね、これ。伊藤洋輝使うタイミング。伊藤のクロス、これ。いや、伊藤純也すげえわ。伊藤純也よく我慢したね、これ。伊藤から伊藤。いや、これはシリア、引っかかるわ。もう誰もが伊藤純也打つと思ってんもん、今。すげえ。やっぱ、モテる男は違うね。伊藤純也。あそこで、レディーファーストできるもんね、伊藤純也。上田綺世決めて 2-0 です。浅野の伊藤洋輝使うタイミングもね、良かったっすよ。あれ、1個持っちゃうとオフサイドとかありますからね。本当にいいタイミングで離しましたね、ボール。いや、もうこうなると余裕っすよ。佐野回収とか見たいな、こうなってくると。うまい。伊藤純也もライン間入れるね。うまい、菅原完璧だ、うまい久保、完璧、 3-0 です。いや、やっぱ久保と伊藤純也共存しよう、ずっと。やっぱ久保トップした伊藤純也右が一番強いわ。菅原ももう生き生きしてるもん。やっぱ久保トップ下だわ。いや、この崩しできんのすごいよ。こんだけ相手引かれてる中でスペースないんだもん。これさ、菅原、久保の使い方完璧だし、久保ちょっとオフサイドっぽいけど、ああ、ただ VAR で見ないと大丈夫だね、これは。そう、ちょっと、ちょいオフっぽいけど、もう VAR 入れてない。アジアが悪いよ、これは。文句あんなら VAR 入れてくれって話よね、これは。そう、あれね、腹心上げんのちょっと勇気いるよね、あれは。まあ、オフない、ないね。ないない、全然。で、こういうね、点差開きすぎると怖いのが、もう、シリアの心折れて、フラストレーション溜まりすぎて、ラフプレーなんよね、一番怖いのが。お、ずらした。おお、菅原すげえな。いや、すごいわ、それは。いやー、でもすごい、なんか余裕あるね、今の日本代表ね。なんかゆとりある。本当に。ここで久保がずらすのもね、シュートコース空いたもんね、これで。余裕あるね、今の代表、なんか。遊び心ある、ちゃんと。なんかもう遊びの延長だもんね、もう。いい意味でね。遊び感覚でやってるもん。そう、久保このファーストプレスちゃんとかけるんだよね。いや、でもすごいな、日本代表ほんと大量得点でずっと勝ってるね、ちゃんと。
いやでもすごいね、こんな引かれてる相手ね、もうそう、久保ここをちゃんとね引き出してくれるもんね。そう、ここの久保の瞬間的に落ちるタイミングね、いいよねこれが。いやでもこういう展開を俺ぶっ壊せんのマジで佐野海舟だと思ってるんよね。いや前もさ、あのミャンマー戦もさ、一瞬ちょっとさ、ゲームスピード落ちた時にさ、佐野海舟入れてまたゲームスピード上がったもんね。うまい、ホセア完璧だね今。いやこれちゃんと結果出すのいいよね。誰今の出したの。あ、ホセアのランニング良かったね今一瞬。伊藤純也か。やっぱね、圧倒しすぎても最後こうなるから、これ圧倒の悩みだね。だから賢者モードになるね、やっぱ。その大量得点あるある。やっぱその最後まで何が起きるか分かんないゲーム展開じゃないもんね、もうこれね。日本相手だといかに失点しないかが目的になって、負けてる方が時間稼ぎするから、そりゃファンもなる。いや、そうだね。これはまあしょうがないよね、ちょっとね。ちょっと強豪国の悩みだね、もうこれ。最後の方。ああ、元旦になんかあるっつだね。あれ、元旦のやつって、まだ相手決まってないんだっけ。やっぱ代表面白いよね。タイなんだ。え、国立競技場だっけ。なんか勝手に俺のイメージで、国立競技場なんだけど。タイで国立ね。絶妙だなぁ。そのちょ、見に行きてぇな、それ、普通に俺。え、それさ、フルメンでやんの？それ、日本。どうなんそれ。1月1日。プレミアリーグとかもだってやってんじゃないの？うん、そうだよね。だってプレミアリーグ、いや、プレミアリーグだって12月29日と1月3日にあるから無理だね。さすがに。いや、だからさ、どういうメンツになるんだろうね。え、どういう、え、それ、どういうことなんそれ。何面なんだろう。あ、すごい。本日初見でここまで見てくれたらすいませんね、本当に。本日初見で、ああ、ありがとうございます。いや、すいません、本日初見でこの時間帯まで見てくれて本当にね、すいません、本当に。はい、日本人中心にね、ソシエダとかブライトンとかね、まあ、プレミアリーグもね、ちょいちょいやってるんで、まあ、プレミアリーグちょいちょいですか、結構基本的にやってるんで、またね、あ、なんかやってるかな、みたいな感じで、はい、来てくれたら嬉しいですね。ああ、初見の人ちょいちょいいますね。すごい、ダウンタウンの浜ちゃん、初見ですって。おもろ、全然違うもんね、絶対。いや、久保うまいからね、本当にね。そうそう、やっぱね、久保別格よ、やっぱり。あ、タウンダウンだったわ。細かいね、確かに全然違うもんね。ダウンタウンとタウンダウン全然違うからね。いやー、初見の人結構いますね、すいません本当に。こんな結構ね、えげつない時間までね、初見で付き合ってもらってすいません本当に。あ、俺ソロ初めて。あ、そっか。あ、モットンいる時は結構いいのか。あ、そっか、ブライトンしか見ない人とかはね、ブライトンだとね、モットン常にいるからね。確かにソシエダの時とかね、僕一人ですからね。あ、ありがとうございます。そうなんですよ、またね、ちょいちょいやってくん で、動画もね、今日の動画もちょっと上げようかなと思ってるんで、まあ明日の夜ぐらい、朝上げんのちょっといけるか、どうなんだろうな、迷うな。一投のタイミングで上げるか、ちょっとね、いや、久保何がすごいの上げるか、いつもね僕上げてるので、そちらも見てくれたら、はい、夜で行きますか。ちょっと一回寝ますか皆さん。いや、みんなも寝た方がいいっすよ、今日平日だよね、今日ね。あ、そうよ、ゴリゴリの平日だからね。皆さん明日もね、お仕事とか、まあ、学校とかある人いると思いますけど。タウンダウンの浜ちゃんさん、300人です。ありがとうございます。コメント読んでいただきありがとうございます。また来ます。いや、ちょっとやっぱね、名前めっちゃ大事よ、やっぱり。名前パンチある方が、やっぱ目につくわ。これじゃあまあ、そこも戦術だからね。一つのね。タウンダウンってやべえな。ということでね、今日のね、まあ、日付変わって、まあ、22日の夜にね、ちょっと動画上がるんで、またそちらも見てくれてたら嬉しいです。それではまた、次回の動画と配信でお会いしましょう。ありがとうございました。